おはようございますということでね、シェム実況パート42、朝っぱらから撮っております。朝7時28分、シェム内時間は1時49分ですが、あと10分したら仕事が始まる。フォークリフトを運転するという仕事が始まる。フォークリフトでお金を稼がないと。ノルマは1個300円、300円超えたらどうなんだろうな。10個超えたらどうなんだろうな。3000円超えたら、あ、ちょっとまあトムに話しかけてみよう。ヘイトン、ハニーさん、ハニーさんに。はい、リオ、マッドエンジェルトム。はい、リオ、ちょっと聞きたいことがあるんだ。 L ボタン押してマッドエンジェルスに行っちゃうね、どっかに。リオ、電話、時計時計、すぐ急げ。もうこんな時間か。電話じゃない、アラーム鳴るんだな、この時計。やっていきましょう。1分遅刻、こういうのは5分ぐらい前、じゃあ10分ぐらい、もう下手したら20分ぐらい前に人かんとまずいんじゃないか。初日ぐらいはってところがある。18番倉庫か。よしよし、スーパープレートがあるかな。このフォークリフトスーパープレートが、あ、やっぱ違うな。ゆっくり運んでました。え、1、2、3、4、5、6、これで今8か。7個運んでて今8個目。10は余裕だな、ということは、ということは火を照らった実況すればいいというものでもないなと最近思い出した。ただ淡々と実況するというのが案外大事なことなのかもしれないなと。淡々と面白いことを言えばいいというものでもなくて、なんかまあなんだろうな、難しいけど、その毎日そういうのを上げてる人がいるなっていうだけでいいかなと最近思い出した。何でもいいんだよ、多分実況の種類が。面白い面白くない、入らん、はい、何をやるかじゃなくて、何をやるかじゃなくて、どうや、やっているかというよりも、なんて言えばいいんだろうな、そのすごいくたびれて家に帰った時にそういうくだらない動画を上げてる人がいるっていうだけで、なんか少し癒される人もいるかもしれんなという感じでね。頑張って実況するんじゃなくて、頑張らないで実況を上げてて、それがなんかこう癒しになるかもしれんなみたいな、ね、くだらなくてもいいんだけど、くだらなくていい。あれ、なんだよ、逆に頑張ってるのは疲れるんじゃないかなっていうか、ない、そういうこと。テレビとかさ、なんかみんな頑張って面白いこと言おうとしてるとか、頑張ってテレビ作ろうとしてるけど、それ本当になんか癒しになってんのかなみたいな。まあ頑張ってる人見るのはいいよ、それは活力になると思うんだ。だけど頑張り方にもいろいろあるじゃんっていう、静かに頑張る人もいるじゃんっていう気がするんだよ。静かにというか、そうだな、頑張ってますアピールしてる人ってそんなに頑張ってるかなみたいな。何が言いたいかよくわからんな。自分の中で何が言いたいかまとまってない。朝寝ぼけとるから、寝ぼけたまんまこれ撮ってるからね。え、なんだろう、実況プレイ動画にもなんかその心の拠り所みたいになることもあるんじゃねえかなっていうのを最近、もがみもがさんのあの、なんだろう、ショートインタビュー見て思った。だからすごく頑張ってる人の癒しにでもなればみたいな。ちょっと語りすぎだな、そんな高尚なもんじゃねえな、これは。そんなに高尚なもんではない。ただやめ
めちゃいかんなという気がする。こういう始めた以上は長らくやってなかったけど、こういう動画を読むクリエイティブなこともしたいし、もちろんねクリエイティブなこともしたいし、人と違うこともやりたい、日々研鑽も積みたい。だけども毎日変わらない何かを上げ続けるというのもまた一つね。まだ時間来てないよね。 Hey, boy. お仕事おい邪魔しないでくれないか。なんだ、なんだ、君たちに挨拶しないダメよ。新入りは必ず挨拶、港のルールね、わ、はいはい、かる、はいはい、こんにちは。何の話だ、何の話だ。マネーだよ、マネーボーイ、すぐ出しな。出せ、出しとけ。お前ら、マッドエンジェルさん逆らう、よくないね。マネー出せないと、痛い目に遭うよ。断る。断るじゃねえよ。このさ、後で後悔するね。このアルファ貿易自体にも多少迷惑かからんか。おう、もう本当にやるのか、やるのか。この下段蹴り強すぎる。これだけやっとけ勝てるレベル。投げは投げも使おう、久しぶりに。よし、ガッデン、ガッデン。お前たち、ノー、あ、待て、ワンでいいぞ、ワンでいいぞ。フォークだけやってればいい。こういうのが入ってくるからちょっと面白いなって思う。ひたすらこのフォークリフトでアルバイトして金稼ぐだけだとさすがに退屈だけど、こうちょこちょここういう風な荒くれた人たちがちょっかい出してくるから面白いから。今一瞬お、なんか面白いやんって思ってしまった。このフォーク作業のさ、退屈さもやっぱり非日常が、ま、非日常、ゲームやってて非日常もクソもないけど、非日常が紛れ込むのか、退屈な毎日なんだろうな、きっとな。普通の人はやっぱり初日からこういう風に絡んでくれる人がいるのも、イベントがあるのもまた悪くねえって思うんですね。何の話してたっけ。実況動画がもしかしたら心の支えになってるかもしれない、そういうこともあるかもしれないっていう話をしてた。それは俺もあれなんだ、人がどうのこうの自分としても感じることがあって、自分の好きな実況者の人が好きな実況者っていうか、そうだな、好きな実況者の人がね、実況をね淡々と撮ってるんですよ。淡々と、ただ淡々とでもないんだけどさ、それなんかすごいなと思って、毎日必ず上げる。それも出したら40分とか50分とか1時間とかの動画を必ず上げる。別にその中身をそんなに普通にゲームをしてる、まあ、時々すごく頑張ってることもあるんだけど、普通にゲームをしてる。それが、まあ、別に面白いところもないのかもしれないけど、それが上がってるってことは逆になんか安心できてる人たちがたくさんいたりして、それってなんか安心というか、まあ、それを楽しみにしてる。長ければ長いほど良いみたいなところがあったりとか、そういう風なものが心の支えになる人もいるんだろうなっていう。エンターテインメントとして極上ではないよね、当然。この実況動画ってもっと編集バリバリしたり、そのトークをね磨くとか台本を考えるとか、そういうのなしに、だらっとね、だらっと続ける、そんな実況のなんか良さもあるじゃねえかなっていうことを感じしますね。昔のニコニコ動画、うん、多かった。とても荒い動画、
未完成品みたいなさ、道路それをこうみんなで完成させるというか、未完成であるがゆえに落ち着けるみたいな、ないかな。そのあまり完璧すぎるとさ、あまり完璧なその料理だったらもう手で施しようがないというか、難癖のつけようがないというか、多少隙があるぐらいがちょうどいいような気がしますよ。これは料理だってそのね、フランス料理のもう手の施しようのないようなうまい料理手の施しようのないようなうまい料理って何なんだろう。日本語としておかしいような気がするけど、もうその一部の隙もないようなものだとさ、自分のなんかこう入り込む余地がないというか、自分のこの判断する余地もないというかね、まあ疑ってる動画の一つ一つに見てる人がどう入り込むのかは分からんけれども、例えばそれはコメントであったり、うん、そのね、やってる人がその一人だったらさ、コメントをね、つけることもできるし、ツイッターに貼ることもできる、そういう風な、その大規模でないからこそできることってあるわけだなというような気もしますね。あんまり人気者になりすぎちゃいかんような、まあ別に人気者になりたいわ、なりたくないわけではないけれども、まあ、いろいろ考えて実況しております。考えてるだけですけどね、考えててもやってることはフォークリフトを動かしてるだけだし、再生数は伸びないと、再生数は伸びないと、シェンムーの実況を上げ続けても全然再生数は伸びないと、これが現実ね。この現実をちゃんと受け止める必要もあるのかもしれんけどな、全然伸びないって、その現実も。でもその伸びなくてもいいかなと思っちゃってる自分がよくねえな、本当のとこな。伸びなくてもまあいいやっていう、そういうこともあらあなというふうに思ってる自分がよくない。あと15分で全部運べるかな、残りだと3つぐらいじゃない、2つだ、いけそうな気がするな、いけそうな気がする。いけそうな気がする。ここでいけたら俺は何か変わる気がする。最近あの YouTube で、まあ、YouTube で見るのよくねえんだけどさ、本当 DVD とか買ってから見たいな。なでしこ見てる。機動戦艦なでしこ見てる。見た。昨日昨夜見た。頑張れ。あちょっと。なでしこ見てたけど、やっぱなでしこいいな。昔のものでも色褪せないものってありますねって気がしますね。色褪せないっていうか、終わっちまった。今日も終わりか。終わっちまった悲しみ。どんどん。なでしこ。あ、もう13分もやってる。まったり行きます。朝はね。えい、お疲れさん。いくら？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 今日のバイト代だ。どうも。いくら？あんちゃん、ノルマ達成だな。明日から50円アップしてやるよ。お。荷物1個につき350円だ。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、またよろしくな。あと1個。はい。お疲れ様です。午前中もうちょっと頑張れば全部いけたな。今何歩増えた？バイトする前に、バイト始める前に今何歩持ってくるか、ちゃんと兄貴確認してからやった方がいいな。お勤め、ご苦労さんっす。おめえもなんか、お前、港には詳しかったよな。どうせまたマッドエンジェルズの話って聞くんだろ。カツアゲのナイススポットから、ああ、タッチションポイントまで港を知り尽くしてるゴローちゃんすよ。いいね。じゃあマッドエンジェルスのことは知ってるな。俺ちょっとトイレに。待て。あや。待てよ。朝の食い合わせが悪かったのか、腹の調子が悪くてゴローだけにゴロゴロってこなんて知ってるんだな。
素人さんの喋りじゃないな、このボロ。その名前、大きな声で言わないでくださいよ。なぜだ、なぜだ。その名前、下手に口にしただけで、沈められるっすよ。この港じゃタブーなんす。突っ張ってるくせに随分と、まあ、突っ張ってるやつほどあれだな、心は小心者だったりするんだ。沈められたって噂で、まさか、まさか。じゃあ兄貴、俺帰りますんで、すんじゃまた。ああ、またな。釣り行きて、海釣り行きたい。釣り行きたいな。でここでフォローやらしかけて、またマッドエンジェルスについてとか言うんだろう。お前マッドエンジェルスのこと違うかよ。なんだ、なぜ、なぜ。じゃあまたな。違うかよ。このネタ面白いよ、シェンムー。この後ほんとすることないね。どうしよう、どうしよう。とりあえず帰るか。なんか、何か起こりそうな気配もない。マッドエンジェルスについてしかないからな。マッドエンジェルスについて何か知りませんか？マッドエンジェルス、変なことに首を突っ込まない方がいい。怪我しないうちにね。ちゃんと忠告を。わかりました。帰ろうと思ったよ。ちょっと思い当たる節がある。え？おろ？思い当たる節じゃないけど。待っていたぞえ。じいさん。このじいさんに。どうしたんですか、こんなところで。こんなところで。助けてくれた礼にいいことを教えてやろうと思って。いいこと。まあ口で言ってもわからんじゃろ。どうじゃ、わしを一発殴ってみ。俺がじいさんを殴らせやだ。はよこんか。なんじゃその月。葉月流の月がこの程度か。葉月流ってなぜ、なぜ葉月流のことを知りたかったら全力でかかってこんかい。少し本気を出しますよ。葉月流弱い。くそ、なぜ俺の月が。実戦ならここで首の急所をつくがな。熱い展開ですね。一体攻撃ばかりが武術ではあるまい、うん、戦うことなく身を守るのもまた一つの武術じゃ、うん、わしの師匠はこの技を影見と呼んでおった。影見、影見。どうじゃ、よかったら一つしない。今時間を見ている。18時33分。ここまで。次回43でパート43でお会いしましょう。